こんにちは。さあ豊さん、はい、12球団のプロ野球の、はい、まあ、緊急会議が、昨日、まあ、今日13日なんですけども、昨日開かれて、うん、そうだね、はい、もしかすると、キャンプ2月1日のキャンプを1週間ずらして、まあ、緊急事態宣言が7日までかな、うん、そうです、2月7日まで、うん、で首都圏に集まるチームっていうのは多いからね。そうなんですよ、千葉もそうだし、はい、まあ、東京もちろんそうだし、横浜でしょ、はい、で埼玉でしょ、はい、そして全部出てるからさ、はい、その中で、あ、じゃあ1週間キャンプ遅れるんじゃないかとか、うん、もしかして開幕もずれるんじゃないか、そのあたりを12球団が緊急会議を開いて決めると。で、関係者によるともう1週間ずらすことを想定しているっていう話が最初、まあ、流れたよね、流れてたんですよ、うん、だからもう1週間遅れるんだなっていうふうには思ってたけど、思っていたらそのまま予定通り2月1日キャンプに変わらずにやりますというのを発表しました。まあ、分かんないからね、1週間待って収まってるのか、うん、はい、もっとひどくなってるのかっていうのもさ、あ、そうですね、それはまあ多少は良くなってるとは思うけど、はい、だけど多少どころではもうさ動けないじゃない、うん、そんなこと言ってたら。そうですよね。だからスポーツでもらう力っていうのは、うん、やっぱ去年もそうだし、はい、今年のお正月のさ、はい、箱根駅伝、はい、ね、最後駒澤が抜いてったって、はい、ね、沿道で応援しちゃいけない、密になっちゃいけないって言いながらも、うん、やっぱりみんな見たいわけよね。ちょっとびっくりしました、びっくりしたよな、えっていう、戸惑ってるしな、そんな大丈夫なのかなっていう。いや、だけどやっぱりみんなこのまま行くとさ、はい、心が疲弊する、うん、もう緊急事態宣言は出てるけど、はい、それはある程度守らなきゃいけないと思うし、はい、守るのが国民の義務だとは思うけど、はい、だけどやっぱ力をやっぱどこで与えるかっていうとさ、スポーツの力っていうのもやっぱ大きいって感じたんだよね、箱根を見てると、はい、でプロ野球がそういうふうに準備を進める、うん、俺はいいと思うよ。豊さんはそのスポーツの力っていう意味で、うん、ただね、はい、やっぱもう感染しないのが絶対だから。でもそうですよ、だからもう最善の注意を図ると思うんだよね、はい、まあ、そこに期待だよ。いや、だから私は1週間ずらして始まるのかなと思っていた派なの で、例えば宮崎、巨人は2月1日からS 班ではない方はキャンプをするじゃないですか、うん、そうなってくると1週間ずれると宮崎にほぼ本当10日くらいしかいないで、そのまま沖縄に、うん、これ移動の感染リスクあるんじゃないかなとか、あと宮崎県が独自に今緊急事態宣言出してるんですよ。してる。はい、その中で本当に例えば行っていいものだろうかっていう、まあ、そうだね、で緊急事態宣言が出されてる、さらに関東圏だったり関西圏から、うん、でも宮崎が受け入れるか受け入れないかっていうのもあるよね。ただ宮崎はその飲食店の人たちは来てくれてよかったっていう声は出てるんですよね。まあ、そうそうだよね、はい、やっぱね、経済が回らない中、うん、やっぱ2月といえばさ、はい、キャンプ地にプロ野球が来て、うん、活気が出るんだよね、はい、やっぱ経済も回さなきゃいけない、うん、プロ野球が動くことによって経済も回るっていうところはたくさんあるんだよね、はい、やっぱそういうなんていうのかな、応援してくれる人たちを助けるという意味もあるよね。あ、まあ、そうですよね、うん、だから俺は2月1日からああよく頑張ったなって、よく決断したなと思うよ。あ、その12球団の緊急の会議の中で、うん、だからコロナってさ、うん、やっぱ怖いよ、はい、で新種も出てきてるしさ、うん、怖いとは思うけど、はい、でもそこにさ、はい、最善の注意を図りながらも、はい、ビビっててもしょうがないと思うんだよもう、うん、で緊急事態宣言が出てね、街中を見るとやっぱ結構人通りは多いしさ。そうなんですよね。だから慣れてきてるし、まあ、予防の仕方もして知ってるしもうね、はい、で最初の宣言の時はさ、はい、何をしていいかっていうのが模索の状態だったじゃない、はい、でもなんか分かりだしてきてる、うん、まあ新種は分からないよ、はい、これはね、これは、まあ、まあ気をつけるとして、でも PCR 検査も、うん、1週間に1回程度受けるわけでしょ、みんな。そうです、キャンプ地の移動への前に加えてキャンプインしても1週間に1回の検査っていう、うん、はい、だから、まあ、そこまで最善の注意をしながら、はい、まあ、選手も自覚をね、うん、持ってやるんであれば、はい、俺は全然反対でもないし、うん、それは宣言は出ててもね、うん、やっぱ経済を回す、うん、ね、ファンの心を、ね、豊かにする、うん、活気づかせる、勇気を与える、うん、そういった意味では俺はプロ野球は動いてほしいなって思ってた一人だったから、はい、あ、だから良かったなと思ったよね。
ただ豊さんも前おっしゃってたように、その休みの日もしくはその練習が終わってからはホテルからは選手は出ない方がいいっていう、まあこれはねストレスになるかもわかんないけども、うん、やっぱ今何を言われるかわからないじゃない、はい、で、まあ、例えば外に出ました、うん、感染しましたじゃあさ、うん、もう話にならないじゃない。いやもうそうですね、うん、だから出る範囲も全く出ない、1ヶ月全く出ないっていうのは相当なストレスになる、うん、まあそうですね、うん、ただなんかそういう 各チームに任せるのかもしれないですけど、そういうふうにやってくる球団って多いんじゃないかなって思うんですけど、ホテルから出ないようにしてくれっていうふうに。いやそりゃそうだよね、うん、外出禁止令、外出禁止令はその代わり何かしらこうストレスを軽減できるような、うん、はい、まあ、ものがあるといいけどね。そうですね、うん、選手にとってのということですよね。あとはそのファンの方が今人数制限とか予約制にしてそのスタンドで、見られるようにするチームっていうのもありますけど、これどうなると思います、最終的に、まあ、ゼロにするのか。いやゼロにはしないと思うよ、うん、そういうふうにはすると思うよね、はい、ただ距離的には取ると思うし、はい、やっぱこう球場から、まあ、雨天練習場動線はしっかり作ると思うしね、はい、だから接触がないように、うん、すると思うよ、まあ、そうですね、まあその方がいいし、はい、で解説者もできる限り、うん、まあ、情報を取れるんであれば、まあ、例えばテレビだとか、はい、そういう情報でね、うん、これは仕方ないと思うよ、はい、そうですよね、で行って、うん、ね、自分が感染するとか、うん、感染して誰かと接触してたら、はい、もうその球団終わり、責任問題になるからさ、あの各あのマスコミの、そうですよね、だからまあそこら辺もね PCR 検査を1週間に1回受けさすとか、うん、行く人はね、 あと直前に、うん、だからもう直前というよりも今から受けとかないとさ、あそうですね、行く人はね、うんうん、自覚を持って、そうです、ね、だからそのぐらいやっぱり慎重に、はい、でプロ野球を守っていかないと、はい、でね、まあ全試合やるっていうんでしょ今年は、今年は、はい、いやそれはね経済的にもう回らない、うん、回らない、それ球団の運営的にってことですよね、うん、ある球団に聞いたら、はい、20億から30億の赤字だっていうの、ああ去年そうだったんですね、そうで、メジャーリーグは 37% しか給料の全体の払われなかったんでしょ、はい、でも日本は頑張って満額払ってるわけじゃない、はい、ね、今年の場合はどういう話し合いになるかわからないよ、うん、このコロナがまた勢力を伸ばしてくるとね、はい、だけど満額を払おうと思って2月1日から全試合やろうとしてるその努力はさ、はい、応援したいと思うよ俺は。なるほどね、2月1日からキャンペーンして、で3月のその開幕ってことですよね、うん、で全試合っていう、ただ球団としたら試合だけやってもらえればいいんだもん、はい、だってキャンプの時なんかお金なんか全く動かない、全部出してるだけだから、まあでも1週間遅れでもいいわけよやろうと思えば、ただその開幕から試合数ってことですよね、そう逆算をしてっていうことだし、うん、その努力を してくれたということはさ、うん、やっぱ俺はやっぱ応援すべきだと思うしね、そうですね、うん、でやっぱりメジャーリーグの方も今年は168試合すべてやる予定でいるし、うん、2月18日のキャンプもこれも予定通りメジャーリーグやっていくっていうのを今の段階で出しているということは、やっぱりメジャーリーグが相当きついっていうことですね。まあそうだよね、だから昨年、まあ、ロッテがね、はい、コロナ感染者を出したように、はい、シーズン中に、うん、でも 10人ぐらい入れ替えたわけでしょ、はい、でもそれでも戦ったわけじゃない、はい、でもそういうことがなんていうの経験として出てきてるから、うん、今年は全試合見れると思うよ、うん、そうファンは楽しみにしたいけど、そうですね、ただ選手はストレスの塊になっていくというね、そことの戦いもありますからね、戦いいるな、ね、だからその敵だけじゃなくてそのコロナとのストレスだったりとかいろんなストレスを抱えながら選手もやっていくんだろうなって、うん、でもね選手も、はい、まあ、昨年やって自覚、うん、またペース、うん、そういったものは分かったと思うんだよね、はい、この病気に対してっていうか、うん、このウイルスに対してっていうことは、だから今年はまた昨年の経験を生かす年だよね、そうですね、うん、これね、うん、収束するっていう、まあワクチンがねできそうだけど、うん、まあできてんのかも、でもそれも安全かどうかっていうのはまだ確認できない以上はさ、スポーツ選手っていうのは打てないじゃない、はい、ね、
だからでも昨年の経験を生かして今年より良いプロ野球をファンに届けるというね、はい、そのための準備がしっかり行われるということだよね、うん、今年はね。そうですね、うん、であとちょっとキャンプに話もちょっと最後戻っちゃうんですけど、うん、例えば豊さんの知り合いが、ね、宮崎の足湯ソフトバンクのあのキャンプ地の出店のところで足連絡来ました。まだ来てない、まあ、まあ連絡はしてないんだけど足湯しますかみたいな、まあ、そうですね、こちらからするのもあれですけど、豊さん来るとか言われるからいやなかなか行けないからさ。そうですよ、あれ、うん、まず出店がじゃあ今年出るのかどうかもまだ分かってないでしょうし、うん、まあそうだね、そうですよね、うん、そうなってくる、まあファンが来るんであればやっぱ感覚を置いて出してもいいと思うけどね。かね、まあ、マスク必ずしてとか、うん、でもキャンプはキャンプで楽しみにしてる地元のファンだとか、はい、キャンプの楽しみ方っていうファンもいるよね、はい、2月には必ず沖縄に行ってみたいな。そうですよね、うん、でも今ご覧になっている方の中でもうもしかしたら宮崎だったり沖縄に見に行かれるファンの方も、まあ、いらっしゃるかもしれないですね。でもね、最善の注意を払って楽しんでほしいと思うよ、うん、やっぱりね、そこはね、はい、自分の命とあと周りの命も守るために行動するっていう、そうそう、まあ、ルールができてるからもう、ね、はい、コロナに対しては、うん、そのルールさえ守って、はい、みんなで楽しもうということだよね。そうですね、うん、もう極力感染、絶対感染しないというね。そうですよね、最善の注意を払ってね、はい、キャンプインじゃ2月1日ちょっと見守りたいと思います。まあ楽しみだね、はい、はい。